いた、いたたたたたた。大丈夫。変な気分。まだこんな時間かよ。大丈夫大丈夫、支度なんて5分もあれば。何やってんだ、さっさと起きな。忘れたのかい、あんたは今日から女なんだよ。それとこれとどんな関係があるんだよ。女はね、支度に何時間かけても足らないんだよ。おさっさと。ところに何なんだよばあちゃん。いいからさっさとしな。いいかい、メイクは手早く15分を目指しな。いつ何があるか分かんないからね。チークはぼかす、手を抜くんじゃないよ。うう、女ってめんどくさ。男嫌いの堅物院長にあんたを教師として認めさせるんだ。その前に男だとバレれば即刻クビ、家賃踏み倒して、クラゲは犬鍋だ。ちょっとアイラインがゴイス。いいかい、このことは二人だけの秘密だ。いいね。それにしてももう3度目ですわよ、覗き魔。しかも風子の部屋ばっかり、どこもスケベや。人間だったらいいけど、幽霊だったらやだな。アホやな、人間の男の方がどんだけ怖いか。そうですわ、男なんてとんでもない生き物ですわよ。そうかな、幽霊の方が怖いよ。どっちにしてももう心配いらない、犯人は分かってる。あ？そういや、昨日の新人さんは？もう出かけたよ。朝飯食うにはもう30分早く起きねえと。働かざる者食うべからず。そりゃあんただろ、じいさん。ばあちゃん、シャーペンの芯ある？あ、HB でいいのかい？ああ。200円。はい。今日さ、英語の字だが小テストやるんだけど、山わかる？24ページ復習しときな。サンキューばあちゃん。当たるんだよな、ばあちゃんの山。ほんと大助かりだよ。いいから早いとこ行きな、商売の邪魔だ。ほら行くぞ。じゃあね、ばあちゃん。愛してるよん。ったく、年寄りからかんじゃないよ。どっちが犯人？犯人？とぼけないでよね、変態。
何のことだい？まさかおばあちゃんもグル？え？藤尾ちゃんやめなよ。ここの人じゃないよ。なんでわかるの？だっていつも近道させてもらってるし、やっぱり幽霊かも。あのね、私はのぞき魔がここへ逃げ込むのを見たんだよ。のぞき魔？おかじゅあんたが犯人か！藤尾さん、暴力はいけませんわ。私はね、こそこそしたのが大嫌いなんだ。ぞわぁ余命ですわ。後にしよう、遅刻すんで。ごめんね、藤尾ちゃんたら思い込み激しくて。うーこくずー。ああ、さよなら。待ってー。おめごとはごめんだよ。はじめまして。ただいま紹介していただいた天羽響です。これから皆さんとは体育という授業を通して付き合っていくわけですが、今ここでみんなに語ることはありません。私の言いたいことは実際の心と体の触れ合いでバッチリ伝えていくつもりです。体の触れ合いだってさ。大歓迎。ヒーリンちゃん静かに。あー、早速の声援ありがとう。とにかくよろしく。ではこれで朝礼を終わります。教室へ戻りなさい。のぞき魔？麓にある我が校の女子寮、ご存知でしょう？そこの寮母から連絡があったのです。最近頻繁に出没するらしいと。幸い生徒に直接の被害が出ているわけではありませんが、今後とも大丈夫とは限りません。そこであなたに女子寮に泊まり込んでいただきたいのです。寮母だけでは何かの時に頼りないという院長先生の判断です。でも女子寮は男子禁制。当然です。ですからお願いしているんです。でも天羽先生、しっかりしてもらわなければ困ります。はあ、わかりました。まず クレンジングで。慣れるのに時間かかるぞこりゃ。潔く認めなよ。じいさんが覗き魔なんでしょ。知らないもん。ネタは上がってんだよ。知らないもんだ。知らないもん。とぼけるのもいい加減にしてよ、この覗き魔。ちょっと待てよ。いや怖かった。大丈夫大丈夫。なんだか知らないが、いきなり犯人扱いはないだろう。あんた、やば、バレた。誰？なあ、俺はここの下宿人だ。よかった、バレてない。じゃあ容疑者の一人ってわけだ。おいおい、ここの住人全員容疑者かよ。そ、なんで？一つ、私が追いかけた犯人がここへ逃げ込んだ。二つ、怪しいと思って今日調べたら、じゃーん、私たちが通る裏庭にこんな隠しカメラが。え？盗み撮りなんて犯罪ですわ。いや、でもここの人間の仕業とは限らないだろ。こんなお年寄りが女子寮なんかに忍び込めるはずないし、もう一人の下宿人だってただのサラリーマンだし。じゃああんたは？俺は教師だ。教師だからって信用できないね。俺は違う。だって男だし。あのな、いくらなんでも怒るぞ。怒ってんのはこっちだよ。二度と寮内の敷地に入らないでよね。窓から見下ろすのも気んし。はあ、そう。じゃあそんなに俺たちが信用できないならこっちからこっちに入んなよ。もう、じいさんはこっちでしょ。上等じゃない。おみんな待って、犯人が分かったよ。ほらほら、図書室で調べたんだけど、隣の町に昔処刑場があったんだって。はあ、なんか関係あるの？だって近いよ。やっぱ私が見たのは。おっと、そこに触んないでよ。ふう
ーコ、ウーコ、ウーコ、ここまでずれてると笑う気も起きひんわ、お前。なんで。アイマイミーストロベリーエッグ。アイマイミーストロベリーエッグ。お話は院長先生から伺っておりますよ。ご苦労様ですね。すぐお部屋を用意しますから、ここでお待ちくださいな。はい、すみません。早すぎるんじゃない？いや、絶対間違いない。私の勘は鋭いんだから。うち、あのロン毛の男が怪しい思うわ。え、優しそうな顔して、ほんまはエロエロなタイプやで。エロエロですわね。教師というのに言動も子供っぽいですし。すみません。先生が謝る必要ないよ。な、そうね。そいつが一番怪しいかも。あんたたち、風呂空いたわよ。はい。すみません。せや、先生も一緒に入らへん？そうですわ、裸の付き合いが一番ですもの。一緒に風呂。いや、私はうちで入ってきちゃったから。あー、残念やな。先生結構いい体してるから勝負したろう思ったのに。はい、なんだかスースーするな。腹冷えそう。バカか俺は。これじゃ覗き魔呼んでるようなもんだぜ。よし。先生、ちょっといい？いや、ちょっと待って。どうした？先生、フーコが。あ、やだ、お昼抜いたから。おほほほほほほほ。で、クズハがどうか？あ、うん、フーコがさ、怖がっちゃってうなされてるんだ。幽霊が出るって。先生、一緒に寝てやってくんないかな？え、それはちょっと。姫島、お前か梅田が一緒に。私も美穂もダメ、交代で見張りやんなきゃなんないからね、お願い。二人がし、二三が六、二四八め、二五り酒、二六万字。に、あ、あ、そこは、クズハスマ。やった。あ、走れた。
先生、ありがとう。教師になってよかった。誰だ？チャオ。チャオ。のぞき魔だ！嘘だろう。先生。くぞ！出たんですね。何も出てない。集まり、みんな、はよはよ。とにかくクズハはここにいるんだ。いいね。間違いない、犯人は確かにごちそうに逃げ込んだ。みんな行くで。おいおい待ってよ。おい、大変だ。あれ幽霊なのにごちそうの人たちがひどい目に遭っちゃう。教えてあげなきゃ。頼むよ、じいちゃん。私は少女の着る制服に芸術性を見出しているだけです。こっちはフコちゃんのファンだから。ダメ。あ、こっち？豆腐と書いてこっち。よろしく。ばあちゃん、ノート一冊。うわっ。はいよ、100円。昨日は大変だったみたいね。先生、男の人ってみんなあんな風なんでしょうか。いや、どうかな。たまたまじゃない？人間いろいろだし、男がみんなああじゃないと思うよ。そうですよね。本当はみんないい人のはずですよね。そうね、大丈夫だよな。Thank you.
クラスで飼っているウサギさんの名前を決めたいと思います。思いついた人は発言してください。あ、なあ聖子。あ、なあ聖子ですね。他にはなんでやねん。なんでやねんと。他にありますか。やるなあ春日の道。